長井花風さんのある夜っていう小説を読みました。2回読んでようやく理解したんですけど、これがどういう話かっていうと、男性から乱暴される妄想している思春期全身コーディネートの女性が見知らぬ男性に声をかけられて帰り道にまでついてこられちゃうんですね。で、その帰り道に街灯もないような暗い道に差し掛かるんですけど、そこで女性がつまずいてしまうんですね。で、つまずいたところを男性が助けてくれるんですけど、女性は襲われると思ったらしく、そこでしゃがみ込んでしまうんですね。で、そのしゃがみ込んだ様子を見た男性は、女性がおしっこをしていると思ったらしく、田舎道はいいですねって言いながら、おしっこをするっていう話です。